あの新宿って街が怖いのはさ、配信者多すぎじゃない？あの俺見つからないように避けるのが昨日すごい大変で、そこら中でキャスとかフワッチとかやってて、マジでめっちゃやってんだね新宿って。もう怖ーっと思って、いやもうめちゃくちゃわかりやすい、自撮り棒とかでこうやって行って、だってさ誰も周りにいないのにめっちゃカメラに向かって、とかでやってんの。普段俺もこんな風にやってるんだなと思うと、ちょっと外配信控えたくなる。うん、みんなやってんですよ、なんかこうやって。でもなんかすげえ異空間で、誰もいないですよ、周り。周り誰もいないのに、なんか携帯に向かって、誰かは知らない。ふわっちとか俺全然詳しくないからわかんないから。だいたい俺新宿の街歩くときは、あの、知ってるお兄さんに言って、そのお兄さんがめちゃくちゃ配信会詳しいんですよ。夜やりながらめちゃくちゃ配信会詳しいから、情報で教えてくれるの。今日、映えさん来てますとか、今日、よっさんいますよとか、今日、まるまるさんいますよみたいな感じで、事前情報が入ってくるんで、絶対そういうところにいない道通せっつって、裏道からスーって行くから、そうそう、飯食うのも大変だよ。飯食うの大変。だいたい寸胴屋とかにたむろってでしょ。俺、寸胴屋めっちゃ好きなのに行けなくなったからね。寸胴屋とか竹虎とか、もう安くて美味しいから、俺も大好物なんだけど、もうあの辺はもう、おるからね。おるから本当に。俺もこうやって外配信とかやってる時に同じように思われてるのかな。うわ石川いる、無理無理近づけないんだけどって思ってる人いるのかもしれないね、配信者とかリスナーはね。我が町にあのデブ来やがったみたいな、マジかよ、なんか声うるせえなと思ったら石川が歩いてんじゃねえかみたいな、気持ち悪いなみたいな、何を独り言であんなでけえ声出しながら歩いていやがるみたいな感じで、絶対に前は通れねえなみたいな感じで、みんな裏とか抜けてるんだろうなと思って、昨日なんか自分で実感しましたもん本当に。しばらく東京は行きません、本当に。東京怖い街、喧嘩もあるし人も多いし、もうなんかすごかったよ、ゴミが、東方シネマズのゴジラの下らへんになんか若者がたむろってんだよ、始発待ちで。でもうめっちゃゴミ散らかしてて、まあちょっとその人の、まあ、イメージも崩すんで言いませんけど、超有名な TikToker がそこでたむろってて、いやゴミ片付けろよって思ったね本当に。多分あれ遠目から俺写真撮ってツイッターアップしたらそいつ炎上するだろうなって思うけど、めちゃくちゃ有名な人がいて、なんか仲間内かなんかで座り込んでバーって言ってて、警備員とかにどけって言われてるところを俺横通ってた。いや盗撮したろかなと思ったけど、まあ俺もねこうやって配信業やってて、なんかまあちょっと下水なと思って、まあ俺の記憶の中に留めたけど、絶対そうだと思う、顔見てったもん俺、多分そうだよなと。なんか会話もなんかそんなような感じだったし、真横通ってて向こうこっち知らないから、うん、なんかねいましたよ、うん、なんかね、明るい感じの子たちが、明るい感じの若者たちがいっぱいだけど、まあゴミが散らかっててひどかったなって感じだけど、もし皆さんが東京新宿に来られるのであれば、中にアパホテルってあるんですけど、旧小間劇の横にアパホテルありますけど、まあアパホテルには申し訳ないけど、あの辺は泊まらない方がいいと思います。治安がいいとか悪いとかじゃなくて、もうラリパッパ多すぎるんで、野郎たちとかだったら別に全然いいけど、女の子とか歩いてたら 190% 声かけられるからね。 190% 声かけられて変なこと言われるから、ああやめた方がいいよ本当に、ね、しかも酔っ払った奴らとかナンパして、見るけどね、ナンパして、で相手の女の子が反応しなかったら死ねえとかって言ってるからね。お前の見てくれが悪いか、話しかけ方が悪いから女の子無視しただけなのに、自分から男がナンパしてって女の子が無視したからって言って、その無視した女の子に罵声を浴びせたりするからね、リアルで。うん、いやだからね、すげえ気分悪くなるから、被害がなくても気分がすごく悪くなるからね、あんまりね、あの辺のホテルとか取らない方がいいと思いますよ本当に。まあそういう街だって分かってて遊びたければ、まあ近寄りゃいいだろうけど、全然そういうの知らずに行くと嫌な思い出を持ち帰ることになるかもしれないからね。まあそう、俺がいっぱいいるって思えば OK だよ。俺がいっぱいいると思えば OK って、それ俺の悪口じゃないそれ。
OK じゃなくない別に。俺がいっぱいいることで OK の意味が分かる。何締めようとしてるのかよく分からないけど。